今回ね、有機農業に興味を持ったけれども何の資材を使えばいいのかっていうことで困ってる人いると思うんで、肥料の紹介をしたいと思うんだけれども、まあ、基本俺はね、あの草の堆肥とか、そういうもの、米ぬかとか植物性のものをメインに使ってるんだけれども、まあ、それだとね、普通の栽培から有機栽培とか自然農法に転換した時すぐに成果が得られないっていう問題があるんで、一度動物性資材、まあ、牛糞とか魚かすとかそういうものを使って何年かやった後にそういう草の堆肥とかそういうものに転換していくっていう順序を踏んだ方が、まあ要は成功しやすいっていうか転換しやすいっていうのがあるんで、そういう時その転換する間におすすめの肥料を紹介したいなと思って動画撮ってるんだけども、まあ、手っ取り早くその肥料っていうのが20キロなんだけども、この、よいしょ、バイオの有機 S が、バイオの有機っていう資材になります。これね、有機農家のところ、自然農法の農家のところ、回るとまず大体これ使ってます。あのプロの農家さんたちは、ね、俺みたいに変なこだわりがあって、動物性のもの、まあ、魚のエキス使ってるんだけども、そういう動物性のものを入れないっていうような変なこだわりがある俺みたいな変人以外は、だいたいこういう有機ジャスとか、自然農法、MOA 自然農法とかの認証で使える資材としてこれ使ってます。大人気です。で、実際これ使った野菜ってやっぱ生育がいいし、まあ実際そうなんだけども、ね、味も悪くないです。だからこれをね、実際に何年間か使って、で畑の中の微生物をね、豊かにして、今まで農薬とか化学肥料使ってたのをこれに転換して、でそれから俺みたいな、まあ変人的な、ね、草だけの栽培に向かおうっていうのもありだと思います。まあこれを使ってずっと栽培してもいいんだけどもね、まあ、ただこれおすすめだと思います。みんな使ってるし、で実際使ってるところの農家さんの作物ってさ、やっぱりいいんだよ。俺だとね、白菜ね、うまく作れないのね。だけど、これ使ってるところ、白菜はちゃんとできるし、かといって虫がつくかって言うと虫つかないのね。まあ、白菜とか、ああいう葉物って虫にいっぱいやられるんだけども、牛糞堆肥いっぱい使った人は、すぐ虫にやられるんで、ネットかけたりとか、そういう防虫、ね、やるんだけども、これ使った人たちは、そういうのも一切しないでできてたんで、まあ、そういう畑の環境にもよるのかもしれないけれども、ね、結構、おすすめな感じ。見て歩いてね。青森県内だけども、あちこち見て歩いてみんなこれ使ってる。で、これの何がいいのよっていう話なんだけども、まあ、まずね、一番困って、最初ね、みんなどの資材を使えばいいのかって悩むけれども、これね、ちょっと見えないかな。よいしょ。OMJ って書いてるところの下に、まあ見えないかもしれないけれども、これね、有機ジャス資材評価協議会っていうところが、認証してるのね。要するに何かっていうと、有機ジャスっていう、まあ、法律あるんだけども、の法律内で、この資材を使っても、有機ジャスとして認めますと。有機栽培したものとして、農産物として認める、使用可能な、有機ジャスのルールの範囲内で使用可能な資材として認証を取ってるのね。つまり、環境にも健康にも比較的優しい資材ですよっていうことを保証してくれてるの、第三者機関がね。ってことは、まあ、俺は有機ジャス取ってないし、家庭菜園の皆さんも有機ジャスは取ってないと。ね、まあ当然だよね。取るのに何万も何十万もかかっちゃうから、家庭菜園の人たちは取らないんだけれども、そういう人たちでも、このね、OMJ、有機ジャス資材評価協議会、まあ、この有機ジャス資材評価協議会で検索してもらえれば使える資材のリストで出てくるんで、自分は健康にもいい、環境にもいい栽培がしたいんだっていう時は、そのね、資材評価協議会を検索すると資材リストあるんで、そこを見て、その中から選んで、肥料とか使ってもらえればね、いいかなと思いますけども、そこに登録されてる資材なのね、このバイオの有機っていう商品は。だから人気っていうのもあるんだけどもね。まあ、ちょっと値段は張る。何個だったっけ？ちょっと待って調べてみようか。調べるっていうか、楽天市場でも売ってるんで、そういう資材屋とか使用してないから、普段ね、なんつうだ、その、肥料とか農薬とか一切使わないから、ね、米農家さんからもらって、やってるんで、
そういう資材農家とかともつながりないから、わざわざそこに行くの面倒だから楽天市場で買ってるんだけども、そこで寄るとこの20キロのやつで、3800円します。3800円、化学肥料よりも高いですよ当然。で入ってる窒素の量なんだけれども、こういうのは裏に大体書いてあるんで、ちょっと見えるかどうかね、見えないかな、アップにしよっか、アップ映ってるな。ここにだけ 7.2%、 窒素が 7.2%、 リン酸が 4%、 カリが 2.5% とか書いてあるんで、ここで必要な分を、まあ、野菜の栽培のね、方法とか書いてるとこ見れば、1000平米あたり何キロ入れてくださいとかあるんで、計算して入れてもらえればいいんじゃないかなと思いますね。でこれどういう資材なのかっていうと、まあ、簡単に言えばね、魚のアラとか骨とか、まあ、そういう食べれないとこあるじゃない、そこを、魚カスと魚のエキスに分けて製造するらしいんだけども、さっき調べたんだけどね、スマホでね、うん、このサイト見てさ、ね、そこの魚カスは魚カスとして販売するんだけども、魚エキス、これはこれを魚エキスを米ぬかと一緒に、固めて作ったのがこのバイオの有機ってやつらしいんで、まあ、要はよ、魚のアラってさ、まあ、骨とかっていうのは出汁取ったりとか、なんだ、アラ汁とかやったりするし、米ぬかも玄米で食べてれば食べてる部分なんで、要は食べれるもので作ってる肥料なんですよこれね、うん、だから体にもいい、健康にもいいって、俺のルールの中では、畑に出るものは、まあ、俺のルールね、俺のマイルールなんだけども、畑に入れるものは自分が食べてもいい、人間が食べても問題がないものまでにしてるんで、もしくはそこに生えてきた草とか、まあ、草は俺食えないからだけども、とかね、そういうルールでやってるんで、これはもう、これは OK。俺のルールでは OK な方に入る。まあ、動物性資材っていうのはやっぱ効きがね、いいから、ね、牛糞堆肥とかやっぱり入れると全然違うんだよね。うん。あまり入れすぎはおすすめしないけれども、ね、十分これも使えるなと思います。でこれね、ちょっとハサミあるからここに、で今ねこれ買ったであげたんだけれども、これはねペレット状になってるんで、今初めて見るんだけども、ちょっとね見づらいかな、下に見とくか、ね、こういう風にちっちゃいペレットになってるんで、散布しやすい形になってます。実際俺も初めて買って初めて見るんで、ね、あこういう感じなんだなって思ってるんだけども、で結構ね、匂いします。匂い。うん、魚の匂いね。これは効くぞっていう感じの匂いするんだけども、まあ、この匂い気になる人はちょっとあれだけれども、うん、ちょっと苦しいな。うん。で、これの使い方のコツっていうか、大体こういうね、動物性のものって、土の深いところに入れておけば、腐敗に走る可能性もあるんで、結構こういう匂いもしてるんで、うん。深くは入れない方が俺はいいと思う。表面を、に散布します。まず、春にね。で、浅く耕して、あ、違う。最初はまず深く耕す。で、耕した後に表面にパーッと巻くじゃん。それは浅く耕して、表面だけ耕して、表面に入れてあげると。そういう風な、要は何回も動画で話してるんだけどもね。ことあるごとにね、後期的条件に置いてほしい。酸素に触れた状態、嫌気的条件、酸素に触れてない状態、空気に触れてない状態、深いところにある状態にすると腐敗の方に走ったりするんで、こういう動物性資材とか、まあ、米ぬかでも何でも有機物、未熟な有機物っていうのは、ね、空気に触れないところにあると腐敗の方に行きやすいんで、浅いところで空気に触れるようなところで使ってほしい。ね、深く耕した後表面に巻いて、表面を明日から軽くね細かくするときに、そこに入れておいてあげてほしい。あと栽培の途中に株元とか根元とか畝の上の方にパラパラパラって巻いて追肥的に使ってあげるっていう方法。俺は多分その追肥、まあ、うん、元肥でも表面性用で、表面性用っていうのは畝があったら畝の本当に表面にかけるだけ、パラパラパラって控えめにかける感じで、それでいいと思います。あとは生育の状況を見て、葉っぱの色がちょっと黄色っぽいなと思ったら、巻いてあげるとか、ね、ちょっと緑色が濃いなって思ったら控えておくって、まあ、その辺の塩梅っていうのはちょっと経験もあるから難しいんだけれども、そういう表面性を、これはもう完全に空気に触れてるから腐敗することないんで、それが俺はおすすめかなと思います。で、うん、とにかくね、いきなり
今まで農薬と化学肥料使ってたのをいきなり俺みたいに無肥料無農薬に行くっていうのはやめた方がいいです。それもそれで痛い目いっぱい見てきたんで、一回こういうね、有機ジャスで認められてるような資材、もしくは牛糞堆肥とかね、使って、まあ、牛糞堆肥もね、いろいろ問題があって、抗生物質牛に言ってたりとか、いろいろそういうほら、発酵促進剤が入ってたりすると、有機ジャスだと認められないとか、まあ、いろいろあるんだよね。発酵促進剤はダメとかさ、うん、ちょっと難しいところもあるから、ちょっとね、牛糞堆肥をお勧めしないんだけども、こういうふうに、なんだっけ、有機ジャス資材評価協議会で事前に調べて認証したものであれば、とりあえず、そういう禁止薬物、禁止薬物っていうかね、そういう有機ジャスでちょっとダメだよっていうものは入ってないんで、入ってないから認証受けてるんだけども、こういうものを使って、一段階、要するに化学肥料から脱却して、まずこういうのを使いましょう。で、それからそれで、3年でも5年でも10年でも何でもずっとこれで終わってもいいんだよ。やけどもその後に、また次の段階として、無肥料無農薬とかそういう段階に行こうっていうふうに踏まえた方が多分ちゃんと収益図が収穫もできて楽しい家庭菜園をやりながら栽培をしながら、成功もしながらいけると思うんで、そういう段階を踏む、その時にこういうのに使った方が俺はいいと思う。で今回俺買ったんで、これをね、今年の、栽培、家庭菜園、俺の家庭菜園ね、人に売ったりする畑じゃなくて、山の畑じゃなくて、借りてる畑じゃなくて、自分の家の庭の畑、まあ、家一軒分ぐらいの大きさなんだけども、そこで使ってみて、どんな感じかなっていうのを、まあ、まず見てみたいなと思います、俺は。家庭菜園っていうのはやっぱ実験場なの、農家にとって。だから家庭菜園は必ず農家でも持ってなきゃダメなのね。そこでいろんなことを試してやってみて、そこで得られた経験とか、まあ、データというか感覚でもいいんだけども、そういう成果を本業の畑に使うっていうような、やり方を農家っていうのはやってますんで、いきなり本業のでっかい畑でね、冒険するっていうのはやっぱ怖いんで、あと目も、自分の目もね、広いから回らないから、狭い家庭菜園で、丁寧にやって、あ、このやり方がいいなってのをフィードバックするっていうやり方やってるんで、俺もそれをね、やってみようかなと思います。まあ、でかい畑でこれ何十体、100体とか買ったりすると、ちょっとね、金的に問題があるんで、まあ、俺は使わないと思うけれども、家庭菜園ぐらいだったらちょうど3800円ぐらいだったらそんなに高くないかなと思うんで、やってみて、良ければね、ものによっては局所的に使うってこともありだし、じゃがいもには全く使わなくても大丈夫だしね。うん。そういう、ちょっと必要だなっていう作物、なんだろう、まあ、白菜とかさ、そういう、ね、肥料が、栄養分、窒素分とか、そういうものが必要だなっていうものに関しては、使ってみるかもしれないし、今年家庭菜園で使ってみて、試してみてね。うん。で、皆さんも、もし、有機栽培に興味があったら、こういうバイオの有機くん、ね、バイオの有機くんとかバイオの有機 S っていう商品をね、使ってみてください。あとは、先も何回も喋ってるけど、有機ジャス資材評価協議会っていうところに、アクセスして、リストがあるんで、さっき俺も見ました。その中にある資材を使ってやってみることをお勧めしますんで、で皆さんの家庭菜園がね、うまくいくことを祈ってますんで、まあこういう風な資材の情報もね、俺今まではあんま使ってこなかったけれども、動画として出していこうかと思いますんで、皆さんの家庭菜園うまくいくことを願っています。